10月1日、現地時間9月30日、プロボクシング4団体統一世界 S ミドル級王者のサウル・カネロ・アルバレス、メキシコが自身の4団体王座をかけ、2階級下の4団体統一世界 S ウェルター級王者ジャーメル・チャーロ、アメリカ、と対戦する。これは男子史上初のゲイン4団体世界統一王者同士の対戦となる。このメガマッチがファイトウェイクに突入したことで、 主催の PBC プレミアボクシングチャンピオンズが24日日本時間チャーロが決めた戦慄の失神 KO 劇を公開した動画チャーロの恐るべき失神 KO 映像これは2019年6月23日アメリカラスベガスにて開催された PBC 主催興行全 WBC 世界スーパーウェルター級王者だったチャーロとホルヘコタメキシコのノンタイトル戦 試合はこれまで手数で優位だったコタに対し、3ラウンド、チャーロが攻め始め、コタの右フックにカウンターの右フックを合わせダウンを奪うと、再開後、チャーロの右ストレートがヒット。コタはバタッと大の字に倒れ失神。目を見開いたまま、しばらく動けなかった。この衝撃的な慶応劇、カネロには行うことができるか。チャーロの方がに階級下だが、身長で10センチメートル。 リーチで 6cm チ,チャーロが上回る。カネロは身長 173cm、リーチ 179cm に対し、チャーロは身長 183cm、リーチ 185cm。リーチを使ったスピードある攻撃で戦うと思われる。戦績はカネロ63戦59勝、39KO、2敗に分け、チャーロ37戦35勝、 19KO 分け。放送は国内ではワウワウでのみ生中継される。